改めてキャプテンとしてこの1年間、まあ、3冠、ね、達成ということですが、改めてこの1年振り返っていただくとどんな1年でした？そうですね、まあ、この1年間、まあ、3冠という目標を、まあ、常に、まあ、チーム全体で、まあ、志していて、まあ、本当に何としても3冠を達成するんだっていう思いで、まあ、この1年間、まあ、みんな頑張ってくれたおかげで、まあ、こうして3冠ができたなって思っているので、本当にみんなには感謝しています。いや、みんなに感謝とですね、チームを引っ張ってきたわけですが、大八木監督からご覧になって、山野キャプテンはどんなキャプテンでしたか？どうだったあの、まあ、昨年ね、3年の時には、まあ、キャプテンやってましたんで、その時に、田澤が、キャプテンやってましたんで、田澤がやはり世界を目指すということで、4年目はちょっと外国に行ったりですね、もうちょっと部を開けたりなんかしてましたんで、まあその辺で4年生になった時には山野がキャプテンということで、まああと副キャプテンに、津村をやる、まあそれで、初めは3年の時にちょっとネガティブなところが多かったんですけどもやはり4年生になったらキャプテンというそういう役ですかね、やっぱそれがやっぱりこう人間を成長させるというか、だからやっぱりもう4年生になったらもうポジティブの考えで、やはり選手にものすごくやっぱり激を飛ばしてたりですね、激を、まあ、やる気をさせてたりですね、まあ多少なりとも私にも一言二言言ったりしますからいろいろと、まあそんなような選手に変わってきたというところですかね。いや、監督からね、今お話ありましたけど、山野キャプテン、今監督のお話聞いていかがですか？いや、はい、監督に一言二言はあんまり言ってないんですけどまあでも、はい、しっかりチームをまとめて、はい、自分がやっぱりなんていうんですかね、まあ、ポジティブになってやらないと、まあ、チームがそういう風にだらけてしまうと思ったので、まあ、その辺はしっかりやってきました。そして見事ね、三冠達成ということで本当におめでとうございます。まあ、そして今ですね、監督からもお話がありましたが、3年生でキャプテンを務めて、そして今年、今年度は世界選手権にも出場されました田澤選手にもお話を伺いたいと思います。田澤選手、この1年振り返っていただくと、どんな1年でしたか？そうですね、まあ、今年は、まあ、さっき昨年キャプテンやって今年は世界を目指すというふうにあったと思うんですけど、まあ、その通り監督と、その世界への挑戦ということを、まあ目標にしていた1年で、まあ、それを振り返ってみたら、まあ、オレゴンにも出場できましたし、まあ、世界の舞台には立てたなっていうふうには思います、はい、世界もその世界選手権の舞台も経験してみてどんなふうに感じましたか？まあ、まだまだだなっていうふうに、まあ、感じたのと、まあ、世界陸上には、まあ、参加したんですけど、まあ、思うような、まあ、状態に臨めなかったっていうのもあって、まあ、その悔しい結果に終わったので、まあ、見えたものも少なからずそこであるので、まあ、次の、ハンガリーでは必ず、まあ、ポイントでもタイムを切ってでも、参加できるようにして、まあ、なおかつ結果を残せるような選手として、まあ、参加したいなというふうに思ってます。なんかその卒業後も大江監督とのタッグを組んでいかれるんですか？あ、田田選手、はい、はい、あ、そうです、卒業後もトヨタ自動車の方に、まあ、実業団として進むんですけども、監督とともに、まあ、これからも、オリンピックや世界の舞台への結果を残すってところを目標に、まあ、やっていこうと思ってます、はい、ということはありましたが、監督いかがですか？田澤選手、そうですね、まあ、環境を変えるよりやはり自分で、まあ、4年間やって、多少なりともいろんな中で親身になってね、このままやっていけた方が、まあ、スムーズな流れにいくと思いますし、まあ前に一回中村翔吾もそういうような形でオリンピック行ってますんでね、まあそういうことも考えながら田澤がやりたいということもありましたので、で私も引き受けましたので、まあ本当にオリンピック目指して、これから、まあ、2、3年後にしっかりした結果をね出してくれればなとは思ってます。
また駒沢から今度世界へというところですね。そうですね、もう私たちの目標はもう世界、駒沢から世界へというのが今あの私たちのチームの目標ですから、まあ、そういうものも含めて、まあ、箱根は先ほども区長から、まあ、あったように、まあ、2年連続、3冠を目指すという駅伝はですね、そういうものもありますので、まあ、そういう2つの目標を、ね、しっかり掲げながらこのチームは、頑張っていくと思います。駅伝でもそして、まあ、世界に向けてもというのがあるわけですね、まあ、そしてですね、今度次期キャプテンということで、鈴木芽吹選手、まあ、ちょっとこの1年間いろいろ苦しい思いもあったと思うんですけど、どんな1年でしたか？まあ、前々回の箱根で僕はブレーキしてしまって、まあ、その悔しさというかその借りを返すんだっていうことをずっと思って1年間やってきました。なんかその時支えになったこととかってありましたか？いや、もうまずはその自分でもう借りを返すんだっていうふうに決めたんで、まあ、それをやる貫き通すっていうことと、まあ、あとは本当にチームメイトが支えてくれたおかげもあって、まあ、しっかり腐らずにやることができました。その箱根から、その次の10月の出雲では今度優勝のフィニッシュテープ切られたと思うんですけど、どんな気持ちで走られてましたか？まあ、出雲がその箱根以来の復帰戦となったので、まあ、かなり不安もあって、まあ、アンカーっていう大役でもあったので、まあ、かなり緊張したんですけれども、まあ、嬉しいっていう気持ちと、まあ、ほっとしたっていう一番気持ちが大きかったです。あの大江監督はその鈴木芽吹選手 その復活に向けてどういうふうにこうご覧になっていらっしゃいましたか？いや、あの我慢強い選手だったので、もう本当にあの怪我はですね、ものすごくあの大怪我だったんですけども、まあ、コツ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 やはり自分に言い聞かせながらやっぱりやってたと思います。まあ、時間はかかりましたけども、やはり出雲の復帰はやはりチーム全体として嬉しかったですね。あ、もうこれで3冠がいけそうな雰囲気を出してくれたのはやっぱり芽吹の復活だったと思います。やっぱりそれでこうチームを勢いづいたわけですね。そうですね。そして、まあ、鈴木芽吹選手、その、まあ、こう新キャプテンとしてなんかこう、こういうふうに引っ張っていきたいみたいなあったりされますか？そうですね、まあ、その僕がその憧れの先輩の田澤さんとか山野さんがキャプテンをやってたっていうのもあって、やっぱ自分も同じように成長していきたいっていう思いでやってきたので、まあ、田澤さんとか山野さんみたいなこう頼もしい、まあ、今日キャプテンになれるように頑張っていきたいなと思います。そう、今お二人お名前上がりましたけど、山野さん、田澤さん、鈴木選手のお話聞いて今どんな風に感じてらっしゃいますか？あ、じゃあ山野さんから。はい、まあ、そうですね、芽吹は本当に真面目で、まあ、すごく、まあ、しっかりしているので、まあ、自分のことは多分しっかりできると思うんで、あとはこの1年は、まあ、しっかり自分のこと以外で、まあ、チームをしっかり見て、まあ、やってくれれば、まあ、チームの状態や雰囲気っていうのは今すごくいいので、まあ、大丈夫かなっていうふうに思います。すごい大丈夫という今力強いね、先輩からのメッセージありました。田澤さんはいかがですか？一緒にこうこの前合宿とかもねされてたと思いますけど。あ、そうですね、芽吹は個人としても自分が次のエースというふうに思ってる選手なので、まあ、もちろん駒澤大学だけを引っ張るような選手じゃなくて、もう学生会を引っ張っていくような、まあ、存在であると思っているので、まあ、そういった部分も自分の中で思いながら、まあ、チームをまとめるというものは、まあ、難しいことだと思うんですけども、まあ、芽吹ができると思っているので、まあ、期待しています。はい、すごい先輩から、ね、期待も受け継いで、新キャプテン、ね、頑張っていってください。まあ、そしてですね、この1年振り返って佐藤選手いかがでしたか？そうですね、まあ、まあ、高校を卒業して、まあ、大学入学して、まあ、初めは、まあ、その環境が変わって、まあ、すごい、まあ、自分の中で、まあ、苦しい時が続いたんですけど、まあ、駅伝シーズンに入ってから、まあ、自分の走りっていうのを、まあ、すごいできてきて、まあ、出雲全日本では、まあ、区間新記録を目標に立っていたんですけど、まあ、実際区間新記録で走ることができて、まあ、すごい、まあ、いい流れができてたんですけど、まあ、箱根駅伝、まあ、直前ちょっと体調不良になってしまって、まあ、走りでチームに貢献したかったっていう思いがすごいあったので、すごい悔しい気持ちでいっぱいだったんですけど、まあ、しっかり成長できた1年だったなと思います。いや、もう成長できた1年と、先日もアジアの舞台で日本代表を務められましたけど、監督、佐藤選手の走りの魅力どういうふうに感じていらっしゃいますか？
まあ、これからの選手ですけども、田澤と、まあ、本当にいい勝負ができるようなあの選手でもあるかなと思いますので、まあ、これから本当に、まあ、世界へ向けてね、頑張っていってくれればなと思います。まあ、あの期待のルーキーです。ここからまたね、世界へという、ね、言葉が出てきましたね。まあ、そしてあの、まあ、4年生で、ね、あのもう監督もよくもう練習量がピカイチとおっしゃってましたが、津村選手、改めてこの1年いかがでした？そうですね、まあ、この1年は、まあ、自分の中では、まあ、その競技引退するっていう風に決めてたので、まあ、陸上最後の1年っていう風に決めてたので、まあ、その自分のためにっていうよりはその支えてくださった方々のためだったり、まあ、その副キャプテンもやらせていただいたので、まあ、チームのためっていう風にも思って今年1年取り組んできました。それじゃもう本当に周りの方の感謝の気持ちが走りに表れてたんですね。まあ、そうですね、まあ、最後そう、まあ、全日本と箱根走らせていただいて、まあ、自分の走りで、まあ、感謝の気持ちが伝えられたかなと思ったので、まあ、はい、良かったと思います。あの監督、その練習量がとにかくすごかったんですか？そうですね、あの8月の夏合宿ではもう1200キロぐらい、まあ、走ってましたから、まあ、そういう部分の中ではやはり一番あの努力をした、あこの1年の中でね、努力をした選手ではありましたよね。もう本当に監督からも努力認めてらっしゃったんですね。あ、はい、まあ、そうですね、まあ、そうやって評価していただいていたので、まあ、本当に嬉しく思ってます。そうですね、まあ、丸亀ハーフに関してはその、まあ、記録を狙って出たので、まあ、記録が出て素直に嬉しいなっていう気持ちと、まあ、学生ハーフに関しては、それまでずっとアメリカの方で合宿をしていて、まあ、そこでずっと田澤さんと、まあ、2人で練習して、まあ、その日本代表の方と練習してきたので、まあ、勝って当たり前っていう状況を作ってそのレースに臨んだので、まあ、そこで勝てたのは本当に良かったなと思います。すごい、もう勝って当たり前、プレッシャーがある中での走りだったんですね。まあ、そうです。監督、そのプレッシャーがある中で勝つって大変ですよね。そうですね、マークされるわけですからね、だからそのペース配分も含めてどこで勝負を決めるかという自分のその、まあ、感性も含めて、それを持ってる選手でもあったんだと思います。だからやはりラスト、その給水の時にライバルは給水取りに行った時にさっともうそこからスパートしたわけですから、やっぱその辺のやっぱり勝負感というかね、それがやはり持ってる選手だったと思います。だからまあ勝って、やはり、おごらず、やっぱこのままやはりしっかりまたあの精進してね、田澤を抜くぐらいの気持ちでまた頑張ってくれたらなとは思っております。いや、素晴らしいね、これはありがとうございます。そしてあの篠原選手が学生記録更新する前までは山野選手がね、学生、日本人学生記録を持ってたわけですけど、山野選手的には記録をこう更新されたどんなお気持ちなんですか？いや、まあ、そうですね、自分が抜かした時も、まあ、OB の村山さんの、まあ、記録で、まあ、10秒ぐらいしか更新できてなかったので、まあ、すぐに抜かされるだろうなっていう自分の中では、まあ、あったので、まあ、同じ抜かされるなら、まあ、同じ大学の駒澤の選手に抜かれたいっていうのがあったので、はい、篠原に抜かれて全然良かったです。はい、今後のちょっとあの社会人になってからの目標を伺っていきたいと思います。自分はまあ今後実業団でまあ競技を続けていくので、まあ、大学だけで終わらずに、まあ、実業団でもしっかり、記録や結果を残していきたいなって思います。まあ、メインとしては、まあ、ロードでしっかりまあ、走っていきたいなっていうふうに思うので、まあ、その辺しっかり結果を出していきたいなって思います。ありがとうございます。では田澤選手お願いいたします。まあ、先ほど申し上げたんですけども、自分は監督と一緒に今後トヨタ自動車の方に就職して、まあ、やっていくわけですけども、自分と、まあ、監督はあの1万メートルで、まあ、パリまでは1万メートルというふうに決めてあるので、パリまでに、そのオリンピック参加標準記録27分00なので26分台っていうのをしっかりと記録でオリンピックに出場して、でその後はマラソンでやりたいなというふうに思っているので、マラソンでも今後活躍できるような選手になって、最終的にはマラソンでメダルを取れるところまで
期待なというふうに思っているので、まあ、そこを目指して、これから頑張っていくと思ってます。ありがとうございます。では津村選手お願いします。はい、まあ自分はまあこれで現役は引退するんですけど、まあとりあえずこの日曜日にまあ現役最後のレースがまあニューヨークであるので、まあそこでしっかり走れるようにして、でまあこれからはまあそのまあ陸上自体はとか、まあ走ること自体はまあ好きなので、まあ楽しく陸上をやる、まあやれたらいいなというか、まあ市民ランナーみたいな感じでやれたらいいなと思ってます。ありがとうございます。では最後にですね、大江監督からこう卒業する4年生のエールと、まあ、そして在校生の激励を一言お願いいたします。あの4年生にはですね、まあ、4年間培ったものをやっぱりあの自分の力として、これから社会人になってやっぱり、人間としてね、やっぱり成長していってまた欲しいなと思ってますし、まあ、競技に対する姿勢はやはり今大学で、しっかりやってきてますから、その中で自分のより高いレベルをまた目指して頑張っていってほしいなと思います。で、まあ、就職したら人間当たり前のことを当たり前のように、しっかりやれる人間になってください。頑張ってください。であと下級生はまあ多分先ほど目標がありましたから、箱根、だけじゃなく三大駅伝を連覇するというような目標がありますから、それも含めて、個人のレベルも上げて、これから精進して頑張っていってほしいなと思います。改めて大八木監督のお声で駒台史上初の三冠の報告を伺いましょう。今ご紹介いただきました陸上部の監督をしております大八木です。本日はもうお忙しい中、また寒い中、こうたくさんの方が私どものためにこう報告会にですね、来ていただきまして、ありがとうございます。またこういう企画をしてた方々、もう関連の方々、本当にご苦労様です。本当に感謝申し上げます。私たち今3冠達成しましたけども、なかなかそこまで行くまでにはもう厳しい1年ではありました。まあ、昨年振り返ってみますと、初めに3冠という目標は私自身はあんまりそういう部分の中ではなかったんですけども、今の4年生ですか、4年生に、監督、来年は今年は、3冠やりましょうという選手からのその言葉がですね、ものすごく私の胸に、響いてきましたんで、まあじゃあ俺も今度は本気でやんなくちゃいけないのかなというふうな気持ちにならせられました。まあそれがですね、もう私のそれこそ気持ちにもう火がついたように本気になって、4月からですね、選手を指導 しまして、まあそれが本当に春からですね、トラックシーズンからいい形になりました。佐藤も世界のアンダー20の方にも行ったりですね、田澤もオレゴンにも行ったりですね、まあそういうチーム自体が、まあ、世界へ目指せる選手たちが、数多く出てき始めて、まあやれるんだというような気持ちになったところはあります。それで、夏ちょっと頑張りすぎまして、故障者が多くてどうなるかなと思ったのは夏でした。だけどなかなかもう先ほどもつぶらが言ったように、まあ、頑張ってる選手もいましたので、そういう選手たちにやっぱりこう励まされた選手たちが多かったんだろうと思います。まあ、それで、一応9月ぐらいからもう立て直しができて、そこから本当のいいチームになりました。でもう、出雲駅伝が、開催される頃にはチームが一つになり、三大駅伝が、まあ、勝てるような、チームの状態になりました。でやっぱりその出雲駅伝が始まりましたら、やはり田澤を中心に
4年生中心に、やってくれましたんで、まあ、大会記録で、勝ちました。全日本も当然もう勝てると思います。全日本は相性が良くて、駒澤はもう3連覇今年でやってます。でもう相性のいい、大会だったんで、これは勝てるなという思いでもう大会新記録出てきました。一番大変だったのがやはりあの箱根です。この3回やるときにはやはり一番大変なのが箱根駅伝。やっぱ選手層も多く数多く作らなくてはいけませんし、もうそれだけのレベルを持った選手を15人やはり作らなくちゃいけない。だからまあその辺のところで、箱根駅伝のために、4月からですねしっかり走り込みやって、でやはりアクシデントがありましてエース格が2人、体調を崩しましたけども、やはり15人の誰を使っても遜色ない組織を作りましたんで、そういう部分の中ではなんとか選手たちがやはり自分たちが本当一人一人がやっぱ成長して、いいチームになってくれたので、交代しても自信を持って、区間に、配置できました。まあ、それが最終的に、多分皆さんも見てたと思いますけども、優勝できた原因だと思います。これは選手があっての優勝です。だからもう皆さんにこの選手たちに、本当に拍手をお願いしたいなと思います。もう選手がな、この選手たちが頑張らなかったらもう三冠はないんです。でスタッフもそれは裏方ものすごく大変だと思います。もう一生懸命みんな、マネージャーから控え回った選手からもう本当にやってくれました。だけど本当にそういう選手たちがあって、このチームが一丸となって頑張った結果だと思います。ましてやこの地域の方々にはですねいろんな中でお世話になっております。いろんな応援ね、ご協力いただいて地域一つ、ね、一丸となって、また応援をしていただいてますんで、これからもまた私たちは、愛され強いチームで、頑張っていきたいと思いますんで、これからもご支援、ご声援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。大八木監督の後を受け、たすきを引き継ぐことになりました藤田ヘッドコーチよりご挨拶をさせていただきます。ご紹介をいただきました、陸上競技部でヘッドコーチを務めております藤田敦史と申します。監督の親木の方から、皆様に対しまして、御礼を、申し上げさせていただきましたけれども、私の方からもですね、今回の、三大駅伝に限らず、我々の日頃の活動を、皆様からご理解をいただきまして、地域を挙げて、こういったご声援をいただいておりますこと、陸上部、一同、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。今回はですね三大駅伝、三冠ということで非常にいい結果を、収めることができましたが、これは本当に私たちだけの力で、達成することはできなかった、偉業であります。ここにいらっしゃる皆様方はじめ、たくさんの方々に、ご支援それからご声援いただいた中で、達成できた、三冠だったと私は思っておりますので、今後もですね引き続き変わらぬご声援それからご支援を、いただけましたら幸いに、存じます。で先ほどご紹介いただきましたように、来年度から、監督という形で、親木から、非常にこういう大きな組織をですね引き継ぐ形になりまして、重責を担っていくような形に、なるかと思いますけれども、親木がそうであったようにやはりその熱意、よく親や子どもたちという形で、選手たちを、呼びますけれども、
その子どもたちをやはり強くするその熱意を持って、この28年、親をやってまいりました。でその姿をですね、私も親木がコーチとして、駒沢に戻ってきたのが1995年で、私が駒沢大学に入学したのも実は1995年でして、よく親木規制という呼ばれ方もしますけれども、本当に私が大学1年生から、ここに至るまで28年間、ずっとそばで、そういった熱意を、見させていただいて、今度は私がやるにあたって、私自身ができるのかどうかっていうところも、不安として、自分自身あるところも正直ございますけれども、やはりその大八木の熱意っていうところを一番こう引き継ぐ、そういう強い思いを持って、この大きな組織を引き継いでまいりたいと、思っておりますので、そのためにはですね、私一人の力ではなかなかこの大きな組織を引き継いでいくということは難しいところもございますので、引き続き皆様からの変わらぬご声援とご支援を今後もいただけましたら本当に嬉しく思っております。本日はたくさんお忙しい中ですね、たくさんの方々にお集まりいただきまして、お祝いの言葉をいただきました。本当に陸上部代表しましてご挨拶させていただきます。ありがとうございました。